はい、水戸黄門漫遊マラソンの当日がやってまいりました、はいはい、雨が降っています。すごい雨です。雨です。会場の皆さんもカッパをお召しになっている方多くいらっしゃって、ランナーの方もちょっと寒そうに見えるんですけど、あゆきちゃん去年と比べてどうですか、ランナーの雰囲気とか。去年も寒かったんですよ、当日。でもこんなに雨が降っていなかったので、ちょっと自己ベストを狙ってる方にとってはどうなのかなっていうような気もあります、私自身も。そうですよね。で、我々あのケイタさんと私は初めてのフルマラソンということで、ケイタさんも結構いろいろと取り組んで来られたと思うんですけど。いや本当に頑張って練習してきました。ただ台風を想定した練習はしてないので不安でいっぱいなんですけども、ただ普通のサラリーマンが普通の練習をして普通にゴールをするという、もう究極のサラリーマンのランニングを見せつけたいと思ってます。サラリーマンなんですね、はい、もう、ね、結構走ってきたは来たんだけど、ちょっと自信がないんだ、この走り、雨だと。大丈夫です。大丈夫かな。一緒に私たちと応援の皆さんと頑張りましょう、ね、頑張っていきましょう。はい、はい、では、行ってきます。頑張ります。はい、頑張っていきましょう。皆さん、頑張ってください。はい、後ろにゆっくりゆっくり前が出てからですよ。岡山初選手、おめでとうございます。第2回目のマラソン大会の優勝者、岡山初選手、宮崎選手のフィニッシュです。おめでとう。あの、この走り終えた今現在のご心境いかがでしょうか。いや、去年リタイアしてしまって、今年もうリベンジの意味で走って優勝できて、ええ、めっちゃ嬉しいです。まあ、目標が21分切りで、ええ、はい、まあ、まだまだだなと、うん、はい。宮崎さんはどうでしょう、優勝された、まずご感想は。これでしばらくマラソンやらないので、なんか最後に優勝できてよかったかなって思います、大会新記録ということで、そのタイムというのもやはり意識されて走っていたということですか。そうですね、キロ4分で押したかったので、本当は48分台をなんとか出したかったんですけど、うん、ちょっとあの激坂で、最後の坂でちょっとやられてしまって、ちょっとならずって感じだったんですけど、38キロ地点です。残り1時間ほど、放送時間内に走りきれるように、そして6時間の制限時間内に走れるように頑張ってします。はい、今ステージ前にはね、佐藤彩アナウンサーが戻ってきました。佐藤さん、おかえりなさい。おかえりなさい。はい、佐藤さん、5時間切りましたね。やったというガッツポーズ、ね、目標の5時間切るというのを見事に達成しましたね、はい、そうそうそう、はい、この後ね、後ほどあのステージ会社に戻ってまいりました。茨城放送ランニング部、結果は全員無事完走できました。ありがとうございます。イエーイ、泣きそう。じゃあそれぞれ、まあ、大変だったと思うんですけど、タイムをじゃあそれぞれ発表してもらおうかな。はい、あゆきちゃん早かったよね。私3人の中で一番早かったんです。キラー、記録が4時間59分08秒、ネットタイムは4時間54分57秒。去年よりも、うん、ネットタイムで言うと13分早くなりました。めちゃくちゃ早い、うん。ケイタさんはね、もう今歩くのが棒のような足になって、もう今も普通に歩けないぐらいもう頑張りました。タイムは記録が5時間34分ということで、無事完走できました。本当応援ありがとうございました。初マラソンどうですか。そう、初マラソンね、大変でしたね。6時間がタイムアップということだったんですけど、今回5時間34分ということで、まあまあイーブンペースで走れたかなというふうに思ってるので、いやーね、よかったです。よく聞いたら、この体型で走れましたよね。体型関係ないから、気合だから、もう最後は。じゃあ最後、まいまいさん、2人が結構、まあ、ステージも登れたということで、菊池も電話つながってる時に、あ、ステージ登りたかったって号泣しながら走ってて、でもう残り何分ですって言われて、
三の丸長者が見える200メートルぐらいを猛烈なダッシュをして、残り1分半くらい、5時間58分37秒でフィニッシュしたの、うん、おめでとうございます、頑張った、もう疲れました、うん、もうボロボロ、もうすごい、もうオーラも何もなくなっちゃって誰も気づいてくれなかった、リスナーさんもちろんなんですけど、会社の人も誰一人気づいてくれなかった、そうけれども、はい、何とか無事に完走することができて良かったですと思います、本当に良かったです、お疲れ様でした。そして水戸黄門漫遊マラソンは終わりましたが、はい、沖縄マラソンがあるということで、はい、ランニング部からは、うん、北の大地が生んだランナー、茨城放送アナウンサー佐藤綾希さんが頑張ってください、三宅も島に行きます、頑張ってください、いやめっちゃドキドキします、頑張ってね、私今これって走り終わったその日の夕方なんですけれど、明日ぐらいにも走りたい気分なんですよ、もうおかしい、まあとりあえず本当沖縄で ね最高の走りを見せてもらいたいですね、代表としてね、あやきスマイルで走り抜いてください、うん、沖縄頑張ってください、4時間半、おさらに上がった、はい、じゃあ行きます、頑張って、暑いと思うけど、はい、自分の走りを見せてくださいね、頑張ります、はい、そしていっぱい美味しいもの食べてきます、いいなお土産も買ってきます、はい、お願いします、はい、じゃあ頑張ります、頑張ってください、皆さんお疲れ様でした、お疲れ様でした。